ジェイコブってやつを倒して無事ギルドのみんなが戻ってきた。夏が壊しちゃったギルドも直せたし、一件落着かな。でも喜んでばかりはいられなかったの。東からはスプリガントエルブのゴッドセレナとオーガストが攻めてきたんだけど、そこに向かった聖天大魔導の4人がやられちゃったらしいの。大陸屈指の魔導士でもかなわないってどれだけ強い相手なんだろう。私たちは負けるわけにはいかない。だけどどうしたら。決めたぞ。東から来るやつぶっ飛ばしてくれ。敵はトゥエルブ最強の魔導士じゃぞ。それは違うわ。正確には最強の一人。最強の一人ってどういうこと。確かにオーガストはトゥエルブ最強よ。だけどトゥエルブにはもう一人最強と呼ばれる人がいる。オーガストが最強の男なら彼女は最強の女、アイリーン・ベルセリオン。それは黄色の絶望と呼ばれている。やっと情報を話す気になってくれたのかね。一度だけよ。簡単に祖国を裏切ることはできない。だからあなたたちの味方にもならない。でもルーシーには借りがある。だから私がオーガストと交渉してあげる。交渉？アルバレスではオーガストは厄災と呼ばれ、アイリーンは絶望と呼ばれる双璧。アイリーンの方は私も親しくないからどうしようもないけど、オーガストは私が小さい頃から知ってる中、交渉次第では引いてくれるかもしれない。それはありがたい申し出じゃ。私信じる。決まりだな。オーガストは俺が倒す。何も聞いてなかったのかしら。行くわよ。オーガストは今も進行を続けているはず。うん、行こう。俺たちは北に向かうぞ。北はブルーペガサスとセイバートゥースの皆さんが戦ってるんでしたよね。ええ、でもかなり苦戦してるみたいなの。そのアイリーンって人も北にいるとかで。あいつらだけに任せるわけにはいかねえからな。俺がスプリガン12をぶっ倒してやる。たちだけで十分だ。そうかもだけど、ルーちゃんも頑張ってるんだから私も何かしたい。それにマスターを助けに行った時みたいにまたガジルに置いてかれたくないし。あの時は荷物の中に入ってると思ってたんだけどな、小さいから。もう知らない。ミリー行こう。まったく、連れて行くのが心配ならそう言えばいいだろう。ガジル、そういうんじゃねえよ。ついてくんなら勝手にしろってんだ。やれやれ。
見つけたぞ。片付けましょう。鉄竜の。やれるみてえだな。目的の場所は確かこの先でしたよね。ギヒ、なんてことね。さっさと飛び越えて先に進むぞ。
今日も頑張るか。生えてたキノコ食べちゃったんだって。そしたら急に苦しみだして。あらあら、何か薬になるものないかしら。この辺何かあったか。ほらよ夏。ラクサス。ああ、ちょうど持ち合わせがあったからな。ラクサスさんって優しいですよね。大人の気遣いって感じです。昔はそうでもなかった気がするけど。そういえばラクサスさん、フェアリーテールが解散していた間ブルーペガサスにいたのですよね。そっか、ブルーペガサスであれやってたんだ。あれって何ですか。おもてなしよ。そうだったわね。私もおもてなししてもらおうかしら、ラクサス。やらねえ。想像がつきません。ジュビアはクレイ様におもてなししてほしいです。やらねえぞ。こっちににじり寄ってくるな、ジュビア。お、ちょっと良くなった。ダメだ、やっぱふらつく。夏てめえ、どう？おい！これって、壁ドン？グレイ、大丈夫か？お前、何を？そのキラキラやめろ！私にも、ラクサスさんの周りにキラキラが見えます。クレイ様になんてこと。まさか新たな恋敵。ジュビア絶対負けませんから。あらあら、すっかり身についちゃったのね。せっかくだしフェアリーテイルにおもてなしの店でも作ろうかしら。お前ら、俺はやんねえぞ。ガジル、眠らないの？あ？そういうおめえもだろう。うん、なんかこのままギルドに帰れないような気がして。今回の敵は本当に今までとは違う。私みんなみたいに強くないからちょっと怖くなっちゃったのかな。ちょ、何？ガジル？弱音罪で逮捕だ。ごめん。窒息、肩が震えてる。あの時と同じだ。ファントムロードだった俺がこいつを傷つけた時と。レビィちゃん、ジェットもドロイもファントムの仕業か。どうしたの。なんでもねえ。もしかして思い出してたんでしょ。別にそういうわけじゃねえよ。眉間にシワ寄ってる。バレバレだよ。昔のことなんてもう終わったことだよ。それにあれから何度も私を守ってくれたガジルもちゃんとガジルでしょ。そうだ、俺はただの鉄くずから変わったんだ。もう二度と誰も傷つけたくはねえ。ああ、逮捕したからな。ギルドの牢にぶち込んでやる、必ず。うん。
ーの声、プルーじゃない。プープー。今の声、プルーじゃないか。魔力が入った。なんだ、やる気か。交代するか。体勢を崩しましょう。気合十分です。よし、体勢を崩しましょう。食らいなさい。魔力楽勝だな。体勢を崩しましょう。テイクオーバー。サンソール。セイラ。やっ、やっ、もう少しです。鉄竜の。
を崩すぞ。テイクオーバー。食らいなさい。あと少しだぞ。それじゃあ行くよ。私の魔法で。あとちょっとよ。やっぱり立てたこの武器すごいわね。テイクオーバー。あと少しだぞ。シュタル。ヒヒ、余裕だな。はい、ジュビアたちにかかれば。おめえもまだまだやれるみてえだな。片付けましょう。やーやっと。はい、やっ、すんじゃねえ。鉄竜の音。次は大したことねえな。私、ジュビアを見習おうと思ってるの。え、ジュビア、ミラさんほどの魔力を。私もジュビパンを見習ってミラパンを作ってみようかなって。誰かの手記？不思議な魔力を感じますね。このインクにこの用紙、アラキタシアでよく使われてるものだね。何が書いてあるんだ？これだけだとよくわかりませんね。続きがあるみたいです。まだどこかに落ちているのかしら。探してみましょうか。どうした、ウェンディ？いえ、どこかで嗅いだことのある匂いだと思ったんですけど、思い出せなくて。気のせいかもしれません。それより早く行きましょう、エルザさん。雪乃もセイバートゥースだから北まで来ているはずだな。セイバーが苦戦するほどの相手だ。無理をしていなければいいの。珍しいものを入…そっちの心配なんですね。
また来てくださいね。焚き火を囲んだね。休んでばかりもいられねえ。Thank you.
ここは廃村みたいですね。見ろハッピー、変な形の岩があるぞ。夏たち早速楽しそうね。そうだな、その岩は昔から変わった形だった。村の子供はそれでよく遊んでいて。エルサさん、この村来たことあるんですか？ああ、おそらくここは私の故郷ローズマリー村だ。村の教会はこの建物、集会場はあそこだ。朽ち果ててはいても面影は残っている、間違いない。あそこはシモンとカグラの家だ。あの家の子供を木箱に隠した。カグラという名は後から知った。まさか再会できるとはな。エルザーのお家は？話したことがないメンバーもいたか。私は教会に捨てられていた捨て子だったんだ。11の頃この村で奴隷狩りにあって連れて行かれた。ある魔法教団の労働施設、楽園の塔に。そこでの生活はひどいものだった。鞭打たれ、馬車馬のように働かされた。ゼルフ復活を標榜する連中のためにな。そんな。私たちは懲罰房にいるジェラールを助けようと反乱を起こした。その時すでにジェラールは闇に飲まれていたとも知らず、一時は敵となったが、今はもうあいつは前を向いている。私もな。エルサ、全て過去のことだ。カグラとも会えた今、ここにこだわる意味もない。先へ進もう。エルザさん、エルザさんが強いのはよく知ってます。でも寂しくはありませんか？あの楽園の塔にいたから皆に会えた。大切な人たちと、ジェラールと。綺麗なスカーレット。そうだ、エルザ・スカーレットって名前にしよう。お前の髪の色だ。これなら絶対忘れない。ジェラールに会えたから私はエルザ・スカーレットになった。フェアリーテイルのエルザに、お前たちに、マスター、愛おしい家族に出会えた。みんな手が焼けるものだからな。寂しく思う暇がない。じゃあこの先もエルザは大丈夫だな。夏たち、絶対この先もずっと手が焼けるわよ。エルザはずっと叱り続けないといけないわね。グレー様、そのお弁当です。おう、今日のは自信作で食べてもらえたら嬉しくて。いや、まあいいか、ちょうど腹減ってたしな。はい、まずこちらグレパン&ジュビパンサンドイッチです。二人のサンド、具も愛情も倍詰まってます。食べにくさも2倍だな。いや待て、なんつった？まずこちら。はい、二つ目のお弁当にはグレー様のアイスゲイザーモチーフの琥珀糖、三つ目にはランスそうめんを詰めてます。何個あるんだ？30個です。おお、んな食えるわけねえだろ。そんな考えてませんでした。お前の中で俺の胃袋はどうなってんだ。でもジュビはめげません。グレー様がどれほどの量でも食べられるように味を改良するので、よければ感想を。味の問題じゃねえだろ。一口ずつ食べるだけでもきちいぞ。
この量どうすりゃいいんだ。すっげえうまいぞグレイ。食わねえなんてもったいねえな。そうは言ってな、で、なんつ、いつの間に。オイラもいるよ。いい匂いがするから夏と一緒に来たんだ。な、夏さん、その、今食べているのは。ん、弁当、いっぱいあったから。それは、ジュビアとっておき、ドキウェディングお弁当。二人のウェディング姿を砂糖菓子でかたどったものなのに。しらー、元に戻してください。ナッツさん、食っちまったから無理だってな。じゃあな、グレイ。あいつ大半食っちまったみたいだな。全然残ってねえ。あれ、グレイ、やっぱり食べたかったの？別にそういうんじゃねえよ。ただ手間暇かけて作った弁当を残されたら、あいつが悲しむんじゃないかと思っただけだ。グレイ、今の発言ジュビアに伝えてきていい？めんどくさいことになりそうだからやめろ。お、唐揚げ一個残ってたか。どれ？うまい。の営業だったからもう買えないやつなのに。すまんリサーナ。でもあれ本当に美味しいし、せっかく買ってきたのに。リサーナ。あら、二人が喧嘩なんて珍しいわね。よっしゃ、俺も参加してくるか。エルクマン、喧嘩だ。はいはい、やめときなさい。うん、そうね。よし、みんな、今から料理パーティーを始めます。え？ルールは簡単。自分の好きなものを作ってみんなに振る舞うのよ。よーい、クッキングスタート。どんな料理が出てくるか楽しみね。俺が優勝だ。ひ、オイラのとっておき生のお魚。二人の好きなもの素敵ね。これは勝負が読めなくなってきたわ。いや、二人のは料理とは言えないんじゃ。っていうかパーティーでしたよね。勝ちも負けもなくないですか？思いがこもってる料理が優勝でいいんじゃないかしら。ルーシーの萌えキュンピヨピヨオムライスとか。作りません。ミラさんは何作ったんですか？はい、どうぞ。これってお店のプリン？見た目だけね。一度見ただけだから味は全然違うと思うけど。私たちが喧嘩してたから。姉ちゃんが好きなもの作ればよかったのに。私の一番好きなものは二人の笑顔だもの。それだけでお腹いっぱい。ミラね、あの、その、え、二人が作ったのもプリンなの？あのお店のは再現できないけどね。本当はね、プリン、いつも頑張ってるミラ姉に渡すつもりだったの。お店が閉まる前にって思ってたから。怒っちゃってごめんなさい、エルフ兄ちゃん。いや、食べた俺が悪いのは本当だ。謝れねえのは男じゃねえ。ごめんな、リサーナ。二人とも、そうして笑ってる二人が、私はやっぱり大好き。みんなで分け合って一緒に食べましょう。
思いが詰まったプリンか。今回の優勝はあの3人ね。本気は出してねえんだろ。そんなことないわよ。お料理もお化粧も本気でやってるわ。戦闘の話だよ。危ないことかしら。テイクオーバー。食らいなさい。この匂い、近くにブルーがいるかもしれません。お、いいもんがあるぞ。セイバーにはレクターとフロッシュがいたな。どうしても戦うの？すんじゃねえ！鉄竜の音！ギヒ！大したことねえな！セイバーにはレクターとフロッシュがいたな。二人とも怪我をしていないのか。フロッシュか。久しぶりに会いてえな。グレイってフロッシュ好きだよね。またローグとジュビアに怒られちゃうよ。ミラさん、カナさんと初代何かあったんでしょうか。カナと初代？そういえば二人とも見かけなかったわね。
どこに行ったのかしら。私、二人でギルドの奥に向かっていくのを見たんです。なんだかすごく真剣な様子だったので、何かあったのかと。もっと本気で全力で私を破壊するのです。無理だよ。たとえ死念体でも仲間を本気で攻撃するなんて。この水晶の棺から私を救えるのはあなただけなのです、カナ。これは攻撃ではありません。仲間を救うための魔法なのです。わかった。じゃあ行くよ。もしかしたら初代に何か策があるのかもしれないわね。ジェイコブって人と戦った後、考え事をしていたようだったし、初代のことだもの。きっと心配いらないわ。宝箱か。いいものゲットしちゃいました。ルーシーさんたち大丈夫でしょうか。交渉とはいえ、スプリガントゥエルブ最強と言われる人のところに行ってるんですよね。ナツがいる。心配いらねえだろ。むしろナツがいるから心配なのよ。交渉っていう意味では。やる気か。死にもならねえな。ジュビアは負けません。テイクオーバー。あと少しだぞ。テイクオーバー。あと少しだぞ。テイクオーバー。サンソウル。セイラ。お前、セーバーだろ。何があった？向こうに化け物みたいな奴がいるんだよ。天魔も戦ってるが、もう…どういうこと？スティングたちもやられちゃったの？お前ら、フェアリーテイルだよな。頼む、マスターたちを助けてくれ。ああ、そっちは俺たちに任せろ。
お前はもう休んどけ。たく、どうなってやがる。早速取り掛かるか。暇つぶしにもならねえな。さっさと終わらせようぜ。
アイスブリンガー食らいなさい。あと少しだぞ。ちゃんはやっぱすげえな。褒めても何も出ないのよ。あ、そうだ、私が作ったクッキーあげるわね。出てくるのかよ。まあありがたくもらうよ。ジュビア、素敵なものを見つけました。これがないことかしら。あとちょっとだ。俺がやる。アイスメイクハンマー、アイススケイザー、アイスメイククロワ。腕の見せどころかな。シュタンはぁ、このくらいの当然ね。次はドイツだ。やってやる。
姉様を見てジュビア熱くなってきました。暑いのか寒いのかどっちかにしろよ。ギヒ楽勝だな。アイスメイクハンマー、アイスキャノン。アイスしたぞ。ガズ命令すんじゃねえ。鉄竜のおほギヒ大したことねえな。アイスメイカーどいつだ。クワッ、あとちょっとだ。アイスブリンガー、あとちょっとでじゃあ行くよ。ギヒ楽勝だな。さあしいものを入荷したんですよ。また来てくださいね。今日も暴れてやるよ。バジル君、何を。さっきの歌詞聞くに耐えねえ。ギヒ作詞作曲だろ。任せろや、俺が代わりに作ってやるよ。ガジル君の歌ですか。できたぜ。早速ミュージックスタートだ。ルルルルルル、しんしんと積もる水が熱いぜ。恋の旋律、水色ウォーターラララ、恋のウォーターロック、ビシャッとビシャッとトゥトゥトゥ、氷の裸の男に告げるぜ。ああ、しんしんと
この歌は、なんというか。ガジル君、私の技名、ちゃんと覚えてたのね。ジュビア、嬉しい。それ、だけは。おう、シュビドバー。味があってよかったわよ。いい耳してるな。今度一緒にセッションでもするが、ユニゾンレイドだ。音楽のな、ギヒ。じゃあ第2曲行くぞ。で、客がいねえじゃねえか。通りすがりのグレイを見つけてジュビアが出て行っちゃって、あとはまあいろんな理由でいなくなっちゃったみたいね。待って、グレイ様、やっぱりジュビアは自分の言葉で伝えます。まあその方がマシだろうな、ガジルが作るよりは。私はいいと思うわ。ガジル君の歌、感情をかき乱す音程、独創的なギター、誰も真似できない歌詞、何よりそれを人前で堂々と歌えるところすごいと思うわ。よし、もう一曲やるか。楽しみにしてるわね。私はカウンターから応援してるわ。お前も聞かねえのかよ。楽勝だな。見えてきたぞ、敵兵だ。こっちに向かってくる。どうする。やるに決まってるだろう。ここは俺たちで食い止める。これ以上ギルドイは進ませねえ。待って、あれは。スティング、ローグ。そんな、ひどい。セイバーとテンマが全滅したのか。トラと馬の次は妖精か。てめえらも貼り付けにしてやるよ。てめえらぶっ倒してやる。派手にやられたな。ああ、ブラッドマンという男のせいだ。死神と呼ばれている理由がよく分かった。他にも正体不明の敵が2人、1人は雪原を花畑に変えるほどの魔力の女だ。鮮やかな火色の髪の。ブランディッシュが言ってた、アイリーンかもしれないわね。情けぬ。
情けねえよ、クソ。あとは任せろ。お前たちの悔しさを全部背負って戦ってやる。黄色の絶望か。薬剤の方に向かった夏たちを、いや、信じるしかない。オーガストか。どんな魔導士なんだろうな。お願いだから手を出さないでよ。交渉に行くんだから。手を出したらその時点で全滅だから覚えておいて。オーガストは本来温厚な人よ。トゥエルブの中では話が通じる相手。でも皇帝ゼレフだっけ。とにかく皇帝への忠義に熱い。そこをどう話をつけるつもりなの。そうね。何これ、この魔力、これがもしかして。魔導王オーガストよ。重傷を負っている人は治療しました。ひとまずは心配ないと思います。ありがとう、ウェンディ。私たちは前線に残ってる人のところに行こう。そこにスプリガン12がいるよ。ああ、向こうは化け物3人だろ。ギヒ、こっちも化け物ぞろいだ。え、私も。お宝発見です。いいものゲットしちゃいました。ゲットしちゃいました。どうしても戦うの。嫌な魔力を感じる。どうしても戦うの。本気は出してねえんだろ。そんなことないわよ。お料理もお化粧も本気でやってるわ。戦闘の話だよ。ギヒ、楽勝だな。次はドイツだ。チャンスだ。ガジ、命令すんじゃねえ。鉄竜の終わりにしたぞ。次はドイツだ。大丈夫？すぐに回復を。
からじゃねえか。よし、いいものを拾った。魔力だまりか、面倒。誰だろうと関係ねえ。ミヤちゃん、腕の見せ所かな。鉄力メイクオーバー。はあ、近づいたよ。みんな大丈夫？すぐに回復を。誰だろうと関係ねえ。ミヤちゃん、腕の見せ所かな。テイクオーバー。
ついたわ。このくらいは当然ね。あと少しだぞ。みんな大丈夫？すぐに回復を。これはお宝でしょうか？ジュビア、素敵なものを見つけました。相手になれる。仕方ないことかしら。命令すんじゃねえ。鉄竜の音。次大したことねえな。アイスメイク死ぬわよ。アイスブリンガー。みんな大丈夫？すぐに回復を。誰だろうと関係ねえ。次はドイツだ。アイスゲイザー。アイスブリンガー。しとめるぞ。やれやれ、お出ましか。了解した。援護する。仕切り直しだ。アイスメイクハンマー。アイススケイザー。アイスブリンガー。皆さん、腕の見せ所かな。さあ、テイクオーバー。はあ、ありがてえ。このくらいは当然ね。いい感じだ。アイスメイクハンマー。アイスメイクバンブレイ。みなさん、腕の見せ所かな。シュートオーバー。はあ、このくらいは当然ね。ぶっ壊してやる。交代する。
たりしないでね。アイススケイザー、蹴散らしてやる。ミヤさん、力を弱くなさい、グレイ。アイスブリンガー、アイスメイクハンマー、ハンマー、アイスステイザー、そうです、メイクオーバー、アイスメイクダンソーセイラ、ミヤさん腕の見せどころかな、このくらいの挑戦ね。アイスブリンガー、アイスキャノン、チャンスだ、アイスメイクハンマー、見えた、腕の見せどころかな、テイクオーバー、このくらいの挑戦ね。私の魔法でとかやるじゃないか。アイスメイクハンマー、アイスキャノン、アイスメイクバンブレイ、ミヤさん腕の見せどころかな、テイクオーバー、はぁー、このくらいは挑戦ね。シルバー、ミヤさん腕の見せどころかな、はぁー、ありがてぇ、このくらいは挑戦ね。ミヤさん腕の見せどころかな、シュートのオーバー、このくらいは当然ね。アイスステイザー、アイスキャノン、アイスメイクバンブレイ、ストレート、ミヤさん力を合わせましょう。はい。あと少しだぞ。ありがてえ。力を貸してくれ。アイサ、オイラに任せて。仕切り直した。アイスメイクバンブレイ、アイスメイクハンマー、アイスステイザー、テイクオーガー、アイスメイクハンマー、ハンマー、それじゃあ行くよ、私の魔法タグに立てたんだ。いい感じだ。体勢を崩すぞ。アイスキャノン、アイスブリンガー、ミヤさん腕の見せどころかな、テイクオーバー、はー、ありがてえ、このくらいは当然ね。体勢を崩すわ、ミヤさん腕の見せどころかな、テイクオーバー、はー、
ありがてえ。このくらいは当然ね。アイスメイクハンマー、アイスキャノン、チャンスだ。アイスメイクバンブレイ、ミヤさん腕の見せどころかな。テイクオーバー、はぁー、このくらいは当然ね。アイスブリンガー、テイクオーバー、はっ、ミヤさん腕の見せどころかな。テイクオーバー、はぁー、ありがてえ。このくらいは当然ね。メイクバンブレイ、ちょっとは骨のあるやつだったな。そうだな。消耗が激しいか。魔力玉には何とかしないと。あれ、いつの間にか終わっちゃった。あれ、この紙切れ大事なものかな。ブーブーブルーが近くにいるんじゃない。おっと、素通りはできねえの。ハラ、これでおしまい。楽勝だな。体勢を崩すな。アイスブリンガー、ミヤさん腕の見せどころかな。テイクオーバー、はぁー、消耗が激しいか。どうしたら戦うの。はっ、
くバンブレイザー。プープーン、プープーン。この匂いはあの精霊じゃねえか。おっと、素通りはできない。楽勝だな。あとちょっと。アイスブレイヤー。スキル。次はドイツだ。アイススケイザー。アイスメイクハンマー、ハンマー、レッツリュータ。みんな大丈夫ね。すぐに回復よ。なんだ、お宝か。おっと、今日も暴れてやるよ。今日はここで泊まりにしましょう。そろそろ夕飯の時間だし。そうね。食料は何が残ってたかしら。待て、おい、隠れてねえで出てきな。そんなに警戒すんな。みんなからの差し入れ持ってきたぞ。順番な。まず姉ちゃんはこれ、ルーシーはこれか。私の好物ばかり。エルフマンとリソーナを選んだのね。嬉しいわ。私のは食べ物に加えて気になってた本の新刊。これはレビィちゃんね、気遣ってくれたんだ。ラクサスにはたくさんな。ミニトームマンに手編みのセーター。ミニトームマン、ビッグスローか。どこで使うんだ。セーターはこの柄フリードか。いらん、服は間に合ってる。トームマンはお守りにもなるし、セーターにはお前を守る術式が編み込んであるそうだぞ。男なら受け取れ。これはちゃんと食えよ。エヴァからの煮物だ。散々試食に付き合わされたから味はバッチリだ。あとこれはエヴァ、フリード、ビッグスロー。お、雷神衆全員からだな。まだあんのか。封筒？金だ。何かあった時のためのお金ですだ。あいつら俺の母親か何かのつもりなのか。ラクサス、雷神衆のみんなに慕われてるんだな。考えてみればフェアリーテールを敵に回した時もラクサスについてたし、そうどうよね。でもね、最初はそうじゃなかったのよ。え？ミラ、わざわざ話すようなことでもね。初対面の時は気に入らねえって言ってたんだったか。
マスターの孫だからひいきされてるってよ。ラクサスも態度も悪かったしな。おい、で腹に据えかねたフリードが男の勝負を仕掛けたんだ。で気づいたら今みたいな感じになってたわけだ。何したのラクサス。少しひねっただけだ。強いやつと同じチームを組みたかったんだろ。どうかしら。だってラクサス差し入れ全部受け取ってるでしょ。強さもそうだけど、きっとそういうところに惹かれたのよね。そっか、なんだか素敵な話。よくそこまで勝手に決めつけられるもんだ。ラクサス、照れんなよ。みんないい男じゃねえか。まだまだあるぞ。黒飴だろ、あと高級チョコレートとみかんとあったかい毛布。ちょっと好きすぎる気もしなくはないけど。珍しいものを入荷したんですよ。また来てくださいね。
兄ちゃん、この前はありがとう。ずっとお礼を言いたかったんだ。別に大したことじゃねえ。それよりもう両親に心配かけるなよ。その子、グレーの知り合い？ただの顔見知りだよ。あのね、僕が迷子になった時、お兄ちゃんが助けてくれたの。その時にね、小さな氷のお城を作ってくれたんだ。グレーの魔法、とても綺麗だものね。うん、お兄ちゃんの魔法は世界一かっこいいんだよ。夏の魔法もすごいんだよ。おう、俺も炎の城作れっぞ。これのどこが城なんだ？建物にすら見えねえよ。ああ、やんのか？上等だよ、こら。あの人たち、怖い。あらあら、この子の前なのに喧嘩はダメよ。俺の城の方がすげえだろ。俺の城の方がすげえぞ。ただの鉄の塊と炎の塊ね。うわー、こんなのお城じゃないよ。夏とガジロが泣かせた。な、泣くな。俺がもっとすげえの作ってやるから。てめえが作ったらもっと泣くに決まってんだろ。怖いよ。ったく、驚かせて悪いな。こいつで機嫌直してくれ。アイスメイク。わあ、すごいすごい。氷が光に反射してキラキラしてるわね。宝石みたいでとっても綺麗だわ。どうやったの？なんて魔法？造形魔法は何でも作れる。城はもちろんだが、お前の笑顔もな。やっぱりお兄ちゃんが一番すごいや。時間にどうしたの？シャルル、ごめん、起こしちゃった？なんでもないの、ちょっと怖い夢を見ただけ。寝る前、ジュビアさんから怖い話を聞いていたせいかな。ごまかさないで。私が何も知らないとでも思った？こんな風に夢にうなされるの初めてじゃないわよ。あの日フェイスを止めようとした日以来、何度も。シャルルには何でもお見通しだね。アルバレス帝国との戦いが続いて、強い相手に出会うたび、あの時のことを思い出すの。また同じようなことになるんじゃないかって心配でたまらなくなる。だからもっと強くならないと。大丈夫、ウェンディは強くなったわ。うん、まだ足りない。全然足りないよ。私、後悔したくない。もう誰かに守られるだけなのは嫌。私もみんなを、シャルルを守れるようになりたいの。ウェンディ、わかったわ。だったら私も一緒に強くなる。ありがとう、シャルル。一緒に頑張ろうね。当たり前じゃない。私たち友達でしょ。ウェンディに二度とあんな思いはさせない。悪夢なんて見なくていいように、私ももっと強くならなきゃ。
死神だ！逃げろ！また貼り付けにされるぞ！こんな貼り付けにされる気分はどうだ？俺は最悪の過去を思い出すぜ。ちょうどよかった。もう死に場所を探すのは疲れたんだ。ゴジル。貴様が触れたるは死。名前の始祖。ゴジルなんだよ。これ。まさか我が体は魔性粒子そのまま故に死にが余命を消える案内貴様が耐えられても周りの人間はどうか全員ここから離れろ今すぐにだテイクオーバーはぁこのくらいは当然ね断るんだアイサー行くわよテイクオーバー鉄流拳キュー面白い鉄流拳鬼神みんな腕の見せどころかなこのくらいは当然ね私の魔法でガチル開けないでデビーやるじゃねえか鉄グルスしとめるぞミラ腕の見せどころかなシーテイクオーバーこのくらいは当然ね食われろ鉄輸送鬼神ミラ二人で暴れちゃおっかやる我が魔性粒子は魔導士を死に落とし入れる鉄流拳ガジル君魔性粒子が広がってるけど大丈夫手の灰は鉄でできてんだ自分の心配してろそう俺が耐えねえとこいつらがいやテイクオーバー感想力鉄流拳
袋に魂を食われるがいい。こんな骨が。ソリッドスクリプト、シャイン。水属性の魔法だと？レビ、バカ！来るんじゃねえ！私は離れない。マスク。死に場所を探すのに疲れたなんて言わないで。いや、あれは売り言葉に買い言葉っつうか、本気じゃねえよ。怒んなよ。私死んでほしくないよ。ガジルに生きててほしいよ。我の前に立つということは死を約束されたということ。かなわん。貴様らに生は与えぬ。死神の名において第一の任務は魔性粒子にて魔力を奪い、第二の任務はムクロの畑にて黄泉への扉を開く。第三の因は死神が命の審判を下す。三まで行ったら戻れぬぞ、聖者の世界に。黄泉死人が歩く。まずい。第三の因、解放。オーバースケルター。レビー脱出した。命を狩る渦から。レビー、マスクだ。マスクが外れてんぞ。ごめん。本当は最初から効果なかったの。魔性粒子って皮膚からも吸収しちゃうんだよ。本当弱いな私。じゃあなんでここに来たんだよ。助けたかったから。ラビー、今すぐあの野郎ぶっ倒してやるからな。僕らし消せ。無駄なこと。我に攻撃は効かぬ。いつも他の奴には遅れを取っていた。それが悔しくて今日は情けなくて逃げ出したくなったぜ。けどよ、まずそんなことはもうどうでもいい。惚れた女守れりゃそれで十分だ。僕らさ、ヒヒ鉄エリュコン。やつ、魔性粒子を食らって。魔性粒子はエーテルなどを破壊するもの。どうかなどできぬ。終わってみるよ、カジル。鉄エリュの踊れなくなっちゃう。なんだこれは。黒い鉄、黒亀。魔を蝕む魔粒子には耐えられまい。鉄エリュコン、ここよ。黄泉の門は開く。鉄人剣、ゴーマ、鉄人剣。まさか魔性粒子に含まれる微量の鉄分を頼りに毒を食った。我は攻撃を受けている。我を捕らえるために、それだけのために同じ属性になったというのか。認めぬ、認めぬぞ、こんな人間。ヒヒ鉄エリュコン、ここよ。あと少しだぞ。ゴーマ、鉄人剣。
レビー。ただでは死なぬ道連れじゃ。ガジル、なんだこれは。体が吸い込まれる。読みえん扉、もう帰れんぞ。もう二度と。ガジル来るな。俺の体はもう魔性粒子の塊になっちまった。俺に触ったらお前まで。そんなのどうだっていい。私はガジルを助けるの。絶対に。離してリー、離して。このままじゃガジルが。レビー、俺は本当にどうしようもねえクズだった。お前に会えて、お前のおかげで俺は少しはマシになったのかもしれねえ。お前が俺に人を愛することを教えてくれたんだ、ガジル。お前のおかげで俺は今まで一度も考えたこともなかったことを考えるようになった。未来、家族、幸せ、笑えるぜ。あのガジル様が一発の人間みてえなことをずっと二人で歩いていたかった。未来を失うのがこんな怖いこととは思わなかったんだ。ガジル、俺の未来はお前に託す。俺の分まで生きるんだ。いや、ダメ。ガジル、言っちゃ嫌だ。リリー、レビンをギルドに連れて帰れ。必ずだ。必ず。聞いて、オーガスト。陛下のやろうとしてることは大量虐殺よ。竜王祭、ラグナロク、言い方は違えど一方的な征服、この戦いの末に待つものなんて何もないのよ。行く末のことは陛下が。自分で考えて。私は自分で考えたわ。この人たちは悪い人たちじゃないと思うの。ナツ、そんなに睨んじゃダメよ。オーガスト、お願い、彼らと話だけでもしてみて。うん、そうじゃな。ブランディッシュの顔くらいは立ててやらんとな。ありがとう、おじいちゃん。お主を孫にした覚えはないぞ。でも私にとってはおじいちゃんだもん。あら、おじいちゃん。ん？やは。ああ！なに？殺したい人が目の前に。おじい。メスト？まさかブランディッシュに殺意の記憶を植え付けたの？ブランディッシュ？よくわかったじゃろ、ブランディッシュ。これがイシュガルの奴らのやり方じゃ。完全なる滅竜まであと6。ほう、それがそなたの真の目的か。消えろ、ウヌに用はない。黒魔導士仕込みの魔力にしてはなかなかだ。面白い。そなたは噂以上ですわ。
陛下が恐れるのも無理はないわね。しかし、フェアリーハートを手に入れた陛下ならどうかしらね。陛下はね、どこかゲーム感覚なのよ。しっかりしてもらわないと。戦争を早く終わらせるためにね。なんだこれは。我が知らぬ魔法。そう、400年前にもそれ以前にも存在しなかった魔法。これは新時代の魔法なの。大地全体にエンチャントしたというのか。そうよ、フィオーレ王国全土にね。うぬ、一体。アイリーンと申します。また会えるといいわね、アクノロギア様。なんだこの光は、どこから。アイリーン、君はあの魔法を使ったのかい。世界最高築魔法ユニバースワーク。